ヨアキム・ハンセンは、ノルウェーの元男性総合格闘家。オスロ出身。ヘルボーイ、ハンセン MMA 所属。ブラジリアン柔術黒帯。元シュート世界ライト級王者、元ドリームライト級王者。柔術を技術ベースに持ち、寝技を得意とする選手だが、打撃の技術も高く、特に、際の攻防に秀でている。必殺には、パウンドと膝蹴り。また、 グラウンド状態でボトムポジションになっても強烈かつ的確な蹴り上げを駆使できることも長所の一つである。見るものに強烈な印象を与えるその風貌とグラウンドでの凄まじいパウンドから日本では北欧の処刑人、海外ではヘルボーイの異名を取る。また、シュート時代は日本人相手に全勝だったためヒーローズでは戦慄の日本人キラーと紹介された。 1999年に北欧の地方大会フィンファイトで優勝。地方大会ながら、頭突き、踏みつけありのルールであった。総合が法律上禁止されている国も多い北欧では、工業の開催自体が大変であり、対戦相手と車内で隣り合わせて同席したまま、数時間に移動したこともあったと語っている。2002年12月14日、 シュートで日本に初登場し、匠に判定勝ち。2003年3月18日、佐藤ルミナと対戦。ルミナの足関節を耐え抜き強烈なパウンドレンダーで1、四股勝ち。2003年8月10日、ゴミタカノリに判定勝ちし、シュート世界ウェルター級王座を獲得した。2003年12月14日、者オーリン・ヒベーロに、片固めで一本負けし、 王座から陥落した。2004年7月16日、シュートでジェシアスカバウカンチと対戦。判定勝ちを収めるものの腕を負傷した。2005年3月26日、ヒーローズ旗揚げ戦で宇野カオルと対戦し、試合終了直前に左膝蹴りで逆転小勝ち。2005年7月17日、プライド遺跡初戦となるプライド武士道。 その8体で今成正和と対戦し、左膝蹴りで小勝ち。続く9月25日、プライド武士道、その9のライト級 GP に参戦。1回戦でイーブス・エドワーズに判定勝ちするも、準決勝で桜井マッハ即人に判定負け。2006年4月2日、プライド武士道、その10体では、プライドライト級王者のゴミタカノリへの挑戦権をかけて、 ルイス・アゼレードと対戦。左ミドルキックで小勝ち。しかしこの大会でゴミがマーカス・アウレリオに敗北したため、タイトル挑戦権がアウレリオに移ってしまう。2006年12月31日、プライド男祭り2006にて、青木晋也と対戦。序盤からグラウンドに引き込まれ、フットチョークで一本負けを喫した。2007年2月25日、プライド。 33で、ジェイソン・アイルランドと対戦し、腕ひしに十字固めで一本勝ち。プライドの活動停止により、UFC からのオファーがあったものの、プライド時代の半分のギャラテージだったとして、オファーを断り、キックボクシングなどの大会に出場していた。2007年11月8日、シュートで、三岡栄二と対戦し、ニアールにフロントチョークを極めかけられるなどして、判定負け。 2007年12月31日、K1 プレミアム2007ダイナマイトで宮田和幸と対戦し、チョークスリーパーで一本勝ち。2007年12月25日、オスロに本社を置く、ウェブブラウザベンダー、オペラとスポンサー契約を締結した。2008年3月15日、ドリーム1のライト級グランプリ1回戦で、僕光明と対戦し、 ボクシング出身の方に殴り合いで打ち勝ち判定勝ち。2008年5月11日ドリーム三のライト級グランプリ2回戦でエディアルバレスと対戦。スタンドでは壮絶な殴り合いを展開、グラウンドでは寝技テクニックと得意のパウンドで圧倒するが2度ダウンを奪われたのが響き判定負け。しかし名勝負を繰り広げた両者に対して 会場の観客から、総立ちのスタンディングオベーションが送られた。試合後、ハンセンはマイクを持つと、エディ、今までで戦った選手の中で、君が一番強かったよ。日本のファンの前で負けてしまって残念だけど、ありがとうございましたとアルバレスを叩いて挨拶すると、マイクを握ったアルバレスが、それは少し違うと思います。私たち、二人とも勝者ですと語り。 ハンセンもそれに応えて、互いに検討を称え合った。2008年7月21日、ドリーム5のライト級グランプリ、リザーブマッチで、ブラックマンバーと対戦し、腕ひしぎ十字固めで一本勝ち。さらに、準決勝で、川尻達也に勝利したエディアル・バレスが、右眼球損傷、眼下低骨折の疑いにより、ドクターストップとなり、ハンセンが決勝に進出。 決勝では、青木深也に、パウンドで TK を勝ちし、リベンジを果たすとともに、初代ドリームライト級王者とドリームライト級グランプリ2008優勝者となった。リザーバーからの優勝を果たしたハンセンは、今も信じられない。防衛戦は、エディとやりたいと話し、2回戦で名勝負を繰り広げた、アルバレスとリング上で抱き合った。2008年12月31日、 ダイナマイト、勇気の力2008のセミファイナルで、JZ カルバンと対戦予定であったが、前日会見後の練習中に頭部を強打し、病院での診断の結果、脳震盪の症状が出ているとの診断で、ドクターストップとなった。2009年10月6日、ドリーム11のライト級タイトルマッチで3度目となった、青木真也と対戦し、2ラウンド残り4秒で1本、負け。 王座から陥落した。2010年3月22日、ドリーム13でライト級から、フェザー級に体重を落として、フェザー級王者ビビアーノ・フェルナンデスとタイトルマッチで対戦した。主に打撃の攻防となり、一進一退だったが、僅差の判定負け。王座獲得に失敗し、ドリーム初の二階級制覇はならなかった。2010年5月29日、刑事開催となった。 ドリーム14で高谷博之と対戦し、右ストレートで小負けを喫した。2010年9月25日、ドリーム16で所秀夫と対戦し、三角締めで一本勝ち、フェザー級転向後3戦目での初勝利となった。2010年10月29日、スウェーデンで開催されたスペリオルチャレンジでサミアジズと対戦し、 腕ひしぎ十字固めで一本勝ちを収めた。2011年9月24日、ドリーム17で5年7ヶ月ぶりに、川尻達也と対戦し、3ラウンド中盤に、肩固めで一本負けを喫した。2014年11月29日、スペリオルチャレンジフェザー級王座決定戦で、ディエゴ・ヌネスと対戦し、パンチで小負けを喫し、王座獲得に失敗した。 2016年10月30日、脳卒中と診断される。手術はなく1週間の入院で済むも、ドクターにもう戦うなと言われる。本人は、現役続行を希望。2016年12月29日、引退を表明。